はい、よろしくお願いします。今回は中学校1年生の教科書4章テスト対策やっていきます。で、今回はこの6問やりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に不安なのとかわかんないのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、この問題は、テスト対策ではなくて、普通の中学校1年生の数学シリーズでも一回やってるんですけど、まあね、大事なところなので、もう一回ね、やっていきます。で、今回は、X の変域。これを不等号を使って表しなさいっていう問題です。で、これは、ちょっと右下空いてるのはポイントを書こうと思って空いてるんですけど、もうこのポイントさえ押さえてしまえば、まあ大丈夫でしょうっていうのがあるので、まずそれ書いていきます。まあ苦手な方はノートに写すなりしてみてください。ここで使う言葉っていうのは、以上、以下、未満。これが漢字がついてるやつで、あとは大きいと小さい。ほとんどこの5個です。で、覚えることは、まず以上と以下、このいっていう漢字が目印になるんですけど、このいっていう漢字が入ってたら、イコールが入るっていうのを覚えておいてください。これイコールね。この意味は後でわかります。で、残りの、大きいと小さい。で、ちなみに、未満っていうのは小さいと同じ意味だと思ってください。で、これはイコールが入らないんです。っていうのを、これ絶対覚えといて。そう、これ覚えておけばほぼほぼいけるから、この問題。で、今までの生徒を見てきて、ちょっと覚え間違いをしやすいところだと、漢字がイコールが入るみたいなので覚え間違える子が結構います。だから未満で間違えるんだよね。結構。ではなくて、いっていう漢字。ここに注目してください。いがついてたらイコールが入ります。で、このタイプの問題は2つに大きく分けてね、2つに分かれるんですけど、どう分かれるか。それは数字が2個あるパターン。これマイナス2と5って2つあるでしょ。これもマイナス4と7、2つあるでしょ。っていうパターンと、3より小さいみたいな感じで、数字が1個しかないパターンに分かれます。で、どっちが簡単かって言ったら、2個ある方がほぼほぼ簡単です。なぜかっていうと、変域っていうのは基本的に、そのね、今回 X の変域だから、X を真ん中に書きます。で、右に口を開いてこのマーク、これ不等号の1個の仲間なんですけど、で、ここに数字をくっつけるんです。もし機械的に覚えるんだったらね。で、なんで数字が2個だと楽かっていうと、マイナス2と5って書いてあるから、そのままマイナス2入れて5を入れればいいんです、こうやって。いい？で、あとチェックするのは、こっち。マイナス2より大きく。だから大きいってイコール入らないじゃん。だから、このまんまで OK。ちょっと下に下げたから書き直したけど。で、こっちは5以下だよね。イが入ってるから、こっちはここにイコールが入ります。で、それがイコールが入るって意味ね。こっちがイコールが入らないってなります。で、これが答え。こうやって解いていく。の、X の変域まで。まあ、ほとんど見ないけど、このタイプの出題だったらほぼ X だと思います。たまに Y の変域って言われるかもしれないけどね。そしたら Y にしてください、真ん中をね。だから同じようにこっちもやると、数字が2個あると。だから、X 書いて、口を必ず右に開きます。2個の時はね、数字が。で、左側マイナス4でしょ？で、マイナス4以上、だから、イがついてるんで、口が開いて、右に口が開いて、イコールが入ります。で、こっち側7未満。だから、ここ7になって、未満はイコールが入らないから、こうなる。2個数字使うときは絶対右に口開いてください。右にね。で、じゃあなんで数字が1個になると難しくなるかっていうと、これはですね、だから X 書くじゃないですか。で、3より小さいから3どっちに書こうかなってまず迷うんですよ。で、結論から言うと、どっちでもいいです、別に。どっちでもいい。で、自分は好みとして、文字を左に書きたいんですよ。だから、こう書くんじゃなくて、こっちにね、数字を書いてほしい。ただ、多分これ逆になっても罰にはならないと思うので、それは気にしなくていいんですけど。で、大事なのは、
数字が1個の時って、右に開くか左に開くか自分でちゃんと見極めなきゃいけない。ここがミスするポイントになります。気をつけてね、ここね。じゃあどう判断するかっていうと、読みます。3より小さいんです。これは、X が3より小さいって言ってます。もう一回言うよ。X が3より小さいんです。つまり、X が3より小さい。こっちのがちっちゃいんだよね。で、ちっちゃいんだから、左側口閉じないと。っていう意味だからね。これ右に口開いてる方が大きいって意味になるので、だからこっちに口を閉じます。で、小さいだからイコール入っちゃダメなんで、これで答えになるよっていう。で、これがさっき言ったように、例えば左にね、数字を書いた場合は3に口は開かなきゃいけないから、向き変わるんですけど、こうなっても罰は食らわないはずです。いや、もしみんなの先生がね、いやいや、俺の授業は文字を左に書けよ。みたいなね。そんなドイツ的な先生だったら、そっちに合わせてください。字は別に丸にしますけど、これで。ただ、文字が2個の時は、右側に口を開けるのが自然なので、ここは決めてください、勝手でね。で、同じようにやっていくと、マイナス8以上、数字1個だよね。だから、文字書いて、俺はね、数字を右に書きます。マイナス8って。で、以上をなので、X がマイナス8以上。以上ってのは大きいって意味ね。意味合いとしては。まぁ、ちょっと違うよ。イコールは入るけどさ。だから以上でこっちのが、X のが大きいので、口は X に開きます。で、イがついてるから、イコールも入ります。ということで、こうなる。で、まあ、これもね、微妙なとこなんですけど、さっき言ったように、自分は文字を左に書きたいんですよ。この場合はね。ただ、今までね、一人だけ、このね、このパターンの問題ね、一年生でみんなが出された時に、このパターンの問題の時に、全部口を右に開けよって言った先生は見たことあるの、一人だけ。だから、その場合左に開いてると怒られるので、ここは逆にして、まあ、その先生の理論で言うとね、こうなんなきゃいけないんですけど、まあ、自分は別にいいじゃんと思ってますが、さっきも言ったようにそんなんでね、なんか減点されたり罰食らったら非常にもったいないから、みんなの受けてる先生にちょっと合わせてください、そこは。不安だったら聞いたらいいし、これ逆だったらまずいですかみたいな感じでね。で、次は2個揃ってるので、まあ楽ですね。X、真ん中に書いて、2と7で挟むと。そのまま順番でね。で、2以上だから、イが入ってるから、イコールを入れて右に口開く。7より小さいだから、イコール入れずに、右に口開いて、これで OK だよって。で、ラストです。マイナス1未満。だから、X とマイナス1書きましょうと。で、未満っていうのは小さいと同じだと考えてください。だから、X はマイナス1より小さいんです。だから、X の方がちっちゃいんだよね。つまり、口は X が閉じる。で、未満だから、イコール入りません。ってことで、これで終了となります。ここは定期テストの、まあ、テスト範囲に入っている場合は、まあ、そんなにいっぱい出されるところではないんですけど、でも、2、3問ちょろちょろっと出されると思います。まあ、1本じゃねえや。1問、2点とかだとは思うんですけど、それでもね、2点でも3問取ったら6点でしょ？大きいよね。こういう風に簡単に解くことができますので、ここのポイント、しっかり押さえてね、ぜひね、本番でも取ってみてください。では、今回はこの6問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。パソコンで見てる方限定にはなってしまうんですが、今見てる画面の左下のリンクが以前撮った今回の似た問題になってますので、もしよかったらそっちの方でもね、問題練習してみてください。ではまた次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。